本日は石井雄二コーチに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。実際これ石井コーチにこのパターグリップ使っていただいてるんですけども、はいはい、実際使ったまず感想を聞かせていただいてもいいですか。ブレが少ない。ブレが少ない、はい、ことなんですか。はい、ストロークしてる最中って、はい、やっぱりこう自分の思ったところにこう、ボールをヘッドを動かしてボールを思ったところに出していこうとするんで、どうしてもそこに対してのこう意識が入りやすいんですけど、意識がこう手に出やすいんですけど、その時のまあ、右手がクラブを動かすブレがものすごい少ないですね。あ、それによってのメリットっていうのはどういうところですか。いや、もうまずはブレないんで、はい、やっぱり芯を食う確率が高くなる、はい、フェースの、当たった時の向きがずれにくくなる、インパクトの時のロフトの不安定さがなくなる。あ、これが大きなメリットだと思います。もうそれ全てパターンにとっていいことばっかりですよね。はい、いいことばっかりです。はい、それによってやっぱりタッチが合いやすくなったりとか、うん、狙ったところに行きやすくなったりするのも間違いないですか。そうですね。だからパターは基本的に、体での回転でストロークをして、で手先の動きを極力抑えたいっていうことで、まあそもそもこう順手で持ってたグリップから、クロスハンドだったりとか、まああとはスプリットだったりとか、まあ最近で言うと、はい、ちょっとこうアームロック的な形とか、はい、まああとはクローグリップみたいな、いろんなグリップをして、いかにこう手先の動き、特に手首の動きを、減らすかっていうことで、まあ、いろんなことを考えてきたわけですよね。そこの動きが強くなるときに、まあ、例えば安定して同じ動き方をしてくれてる分には問題ないんですけど、やっぱ動きが大きくなるとどうしてもブレが大きくなる。そのブレを、どうやって減らすかっていうのがみんなテーマでパッティングの、ストロークの練習の仕方をいろいろ考えてると思うんですけど、このグリップは単純に、左手が細いところでしっかり握りながら、右手そのなんかちょっとフィーリングを出していきたい右手が、過度なその不安定な動きをすることを抑制してくれるんで、まあ言ってみれば、手ブレ補正の入ったグリップみたいな発想で考えてくれるといいんじゃないかなっていう気がします。一応キャプトっていう機械でパターンの数値ちょっと取らせていただいたんですけども、はい、それ見た感じの感想というのはどういう感じですか。そうですね、はい、スーパーハンドグリップが、はい、入ってないパターと入ってるパター、基本的に同じバランスの同じ重量のもので試してみました。で、まあ、実際僕なんか、まあ、キャプトのデータ見るときに、まあ、いろんな部分、リズム感とか、まあ、フェースの向きとか、まあ、いろんなとこ見るんですけど、ハンドリングが、ハンドリングっていうのは、ストロークしてる最中に手がどれぐらいこう滑らかにこう動いてるか、でそれの動きが不安定か不安定じゃないかっていうデータとか、あとはトランブリングって言って、ブレですね、こう揺れから来るブレ、こういうブレがどれぐらい入ってるかみたいなデータを見るんですよ。で、このグリップを最初に持って打ったときに、あ、なんかすごい手首が固定されて、ストロークが安定してるなっていうのを感じたんで、それがどんなデータに出るかなっていうのをちょっと楽しみにしながら先ほど測ったんですね。で、両方ともズレの部分に関してはもともと僕、まあ、パター得意なんで、出てなかったですけど、トランブリングの、その中での動きのまあズレのパーセンテージが、5% とかから 6% ぐらい出てて、で、まあ、シビアリティっていうデータに関しては 0% だったんで良かったんですけど、この、スーパーハンドグリップを入れたら、そのトランブリング、つまり揺れの量が極端に減ったんですね。で、ちょっとあんまり見たことないぐらい少ない数値が出てたんで、やっぱりこのグリップでその手ブレがどれだけ減らされてるかっていうことを考えると、そこは非常にメリットがあると思います。逆にハンドリングなんかは少し滑らかないい動きが出てるんで、ヘッドをうまく効かして動かしてくれてるっていうふうに考えると、フィーリングを出しに行っても、手先がぶれないっていうのが、まあ、このグリップの大きな効果なんじゃないですかね。 ありがとうございます、はい、そういうのがやっぱ数値でしっかり分かるっていうのはもう確証になるので。そうですね、はい、これだけ少ない数値で安定してくれてるっていうのは今まであんま見たことないんで、非常にいいんじゃないかなっていう感じがします。ありがとうございます、はい、じゃあその手ブレ補正が入ったこの
パターで、はい、ミスヒットした時とかトゥーヒットとかヒールヒットあると思うんですけど、はい、その部分ではなんか普通のパターと普通のグリップと違うところってありますか？そうですね、ブレが少ないんで、はい、当然打点ミスした時にただでさえブレてるのが打点ミスするとそのブレがさらに大きく出るわけですよ。それが少なくて済むっていう意味でメリットがあります。で根本的に言うとやっぱり打点ミスが起こることがあのちゃんとセットアップで芯で構えてるとずれにくくなるっていうのが、まあ、大きな特徴だと思ってください。じゃあ根本的にもうミスヒットが根本的に減るっていうところですね。減るっていうことですね。はい、ありがとうございます。でそれに伴って今度距離感っていうのパターンすごい大切なんですけど、はい、その距離感ロングパットとかではどうですか？うん、距離感方向性の狂いも先ほど言ったようにまあブレてくると、フェースの向きが崩れる。で、インパクトでのロフトが不安定になる。それが全部、ボールの転がりに悪影響を与えるんで、デメリットとして、距離感のズレにつながるっていうことが起こるんで、まあ、それを抑制してくれるってことになりますよね。あ、ロングパットにもすごいいいってことですよね。そうですね。あ、で逆にこう皆さんこう本当に悩んでるショートパットとかはどうですか？はい、やっぱブレが少ないんで、はい、先ほどもちょっとねショートパットでわざと芯を外して打ってみるっていうのをやったんですけど、はい、ブレてるものが芯じゃないところに当たると先ほど言ったようにブレはその分大きくなるんで、わざとミスヒットしてもブレが少ない分だけ結局フェース面が向いてる方向にボール運ばれちゃうんで、ショートパットなんかの入る確率はやっぱり格段に上がるんじゃないかなっていう気がします。 ありがとうございます。で実際その今クロスハンドで使ってるよとか言う人いると思うんですけど、はいはい、その人はとかにはどういう？そうですね、だから面を安定させるっていう意味で言えばブレが少なくなるんで当然メリットはあると思うんですよ。はい、ただなんか僕なんかが思うのがもともとクロスハンドが好きでっていう人たちは、はい、まあいいと思うんですけど、順手で握ってるとブレてしまうんでクロスハンドにしてる人なんかは、はい、ぜひこのパターのこのグリップを使ってもう一回順手にチャレンジしてみるのもありなんじゃないかなっていう気がします。ありがとうございます。やっぱ順手の方がタッチしてるイメージあるんですけども、はい、やっぱ順手の方がゴルフのこうタッチ出すとかには向いてますかね？まあショットやアプローチ打ってるグリップが順手で持ってることを考えると、はい、順手でできれば一番シンプルなんだろうなって感じがします。ただ別にクロスハンドにして打点が安定したりブレが減ったりっていうことはあるんで、まあ、別にその場合でも使ったからといってデメリットになるわけではないですから、ぜひ試してみてください。どんな悩みの人におすすめできますかというところで、まあ、やっぱり距離感方向性に不安定さを感じる人、はい、であとは、体を使ってストロークしたいんだけどその感覚があまりわからないっていう人なんかには、この手先のブレる感じが減ってくれるので、ダイレクトに体の回転だけでストロークを作れるからぜひそういう人には使ってもらいたいと思いますね。ありがとうございます。パターの距離感方向性に悩んでる方、手先がブレてパッティングに不安定さを感じている方、ぜひこのグリップを使って、手ブレ補正を体感してみてください。ありがとうございます。本日は石井裕二コーチに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。